どうも、プチプラのチュンです。今回ですね、こちら GU のメッシュポロ、メンズがいいのかレディースがいいのか徹底比較。めちゃくちゃ実は似てて、両方ともスキッパー V ネックになってて、ポロシャツの形、さらに透け素材、今トレンドの透け素材なわけなんですわ。めっちゃ似てるけど、どっち買ったらいいのということで、今回ですね5つの項目で比較していきたいと思います。ゆっくり見ていってください。まずこちらメンズの方なんだけど、商品名メッシュニットスキッパーポロシャツ5分袖、僕はねブラックカラー購入いたしました。サイズは L サイズ、価格1990円でございます。一方レディースの方は商品名メッシュスキッパーポロセーター半袖セットアップ可能、僕は63ブルー購入いたしました。サイズは XL サイズでございます、価格1990円。まず比較ポイント1点目、値段なんだけど、なんとですね実は両方とも1990円なんですよね。安い、エグすぎる。こんなにもトレンドの透け素材のアイテムが2000円以下で買えちゃうっていうね、神か。ってことでメンズ1ポイント、レディース1ポイント引き分けでございます。比較ポイント2点目、素材。両方ともアクリルの素材となっておりまして、レディース見ていただきますと、まあ、化学繊維で肌当たりね、そんな悪くない。全然チクチクとかはしないっすわ。こちらがですね、GU の冬のセーター、アクリル 100% のセーターなんだけど、もうこれはがっつりさ、編み込んであるやんか。ところが、夏仕様ということで、めっちゃ透けてるし、別に全然暑くない。セーターなんだけど、全然暑くございません。日本の夏は蒸し暑いんで、これぐらいね、透け素材が逆にいいんじゃなかろうかとも思う。一方、メンズの方を見ていただくと、こちらもアクリル 100% になっております。よりね、こう、透け感は強いのかな。ブラックカラーなんだけど、結構ね、透け素材。で、レディースの方がもうちょい分厚みのある生地なんかなと思います。これなんかね、シャリ感ありそうな、そういう生地なんだよね。比較してみると、こんな感じ。個人的にはね、レディースの方が、こう、セーターになってて、めっちゃオシャレやなって思うんすわ。両方ともアクリルの素材なんだけど、レディースの方がちょっと複雑に編んでるよね、セーターということで。ということで、素材の比較は、レディースのウィナー。人によってそれぞれ好みとかもあると思うんだけど、素材はレディースの方が良きかな。比較ポイント3点目。色の展開。レディースの方は3色展開。オフホワイトにブラックにブルーカラーでございます。やっぱベーシックな白黒あるの強いっすよね。これブルーなんだっていうね、結構爽やかめな感じ。デニムと合わせると、すごく夏っぽいよね。同系色の方でできちゃうよね。一方、メンズの方は2色展開。ブラックカラーにブラウンカラー。で、このブラウンはね、結構ね、キャメルっぽい感じで、これまた合わせやすいんだわ。女性の方もね、結構このさ、メンズのメッシュニットスキッパー、買ってる方多いよね。このブラウンが可愛いっていうのも一つあるかなと思いますわ。色の勝負はレディース。色の数が多いっていうだけで決めるとまあレディースかな。しかもさ、この水色カラーというかブルーカラーがめちゃくちゃおしゃれやないかわちん。ってことで現時点でメンズが1点、レディースが3点ということで、レディース優勢でございます。続いての比較は、シルエット。まあ、これが一番大事だよね。どんなシルエット？まず、メンズから L サイズなんだけど、結構ね、オーバーサイズめなの。袖の長さも、ま、6分袖か5分袖ぐらいで、着丈がさ、お尻すっぽりか半分ぐらいあるわけ。で、身幅も余裕ある感じ。ちょっとこう、コクンな感じかな。裾がちょっと絞った感じなんで、韓国シルエットっぽい感じにもなんのかな。で、首元がスキッパータイプということで V になってて、首周りそんなには空いてないんかなと思います。で、襟の長さもね、ちょうど良さそう。まあ、今年もオーバーサイズめのトップス、そしてワイドめのパンツっていうのがトレンドだったりするんで、まあ、これは結構万人受けするんかな、みたいな。メンズだけじゃなくて、女性の方にも結構受けがいい、そういう形なんかなと思います。一方、レディースどうなんてことなんだけど、これ XL サイズサイズでまずですね、身幅がまあまああると。で、袖の長さは4分か5分ぐらいで、着丈に関しては結構短めなんよ。だがそれが良い。なんかさ、ワイドミのパンツに対して着丈短めっていうのがすごくバランスいいわけ。短足に見えない、足長に見えるっていう効果があるんで、この着丈の長さは個人的に結構満足度高いよ。で、注意していただきたいのはこの首周りなんです。スキッパータイプになってて、襟がちょっと小ぶりな感じかもしれない、メンズと比べると。で、結構
構ね首開いてるんすわ。ここ注意していただきたいなと。この辺がね万人受けじゃないかも。個人的にはちょっとこうなんていうかな、ずらす着方工夫したらもうちょいこれを後ろに持ってきて肩ずらすみたいな着方もできると思うんだけど、ちょっと首周り開くんでその辺は注意が必要かな。レディースということなんで、レディースライクなそういうシルエットになってるのかなと思います。ってことでシルエット対決勝ったのはメンズ。万人受けという意味ではこれかなと。どなたが着ても似合いそうな形なんよね。ってことでメンズが今2点、レディースが3点、最後の比較はコーディネート対決。まずメンズからいきましょう。タックインしたスタイルだとこんな感じですね。白色のねタンクトップが透けてるかなと思います。これやっぱり T シャツよりもタンクトップの方がねなんか相性いいかなと個人的には思います。首周りもなんかそんなにね空いてなくてクールに決めれるかなと思います。大人目に着れる、ただオーバーサイズ目のシルエットでございます。こんな感じでワイド目のパンツ、股髪長めのパンツであればタックインしてやるとバランスがいいのかなと思います。かっこいいね、黒色ほんとクールだわ。そして通行目、今度はタックアウト、ポロシャツを外に出した場合、こんな感じでございます。白のカーゴパンツ履いてんだけど、こうワイド目のパンツに対して、ちょっと着丈がね、長い印象はあるんだよね。そう、お尻すっぽりぐらいの着丈だから、まあ、合わせるタンクトップとか、あとボトムによってね、また全然印象変わるんだけど、これ白のカーゴパンツに合わせると、ちょっと着丈長いのが気になるっちゃなるのかな。まあ、人それぞれ好みあるけどね。続いてレディース参りましょう。黒のワイド目のパンツにタックインするとこのような感じでございます。やっぱねメンズと比べると首周り空いてるのお分かりいただける。でタックインしてやったらね、なんか意外とねレディースでもいいなって思うんだよね。サイドスリットも見えなくなるわけだし、なんかね意外といけるやみたいな、こう A ラインっぽいシルエットになるのかな。続いてセーターをアウトにするとこないな感じ。え、かっこいくない？着丈がさ、ちょうどいい感じなんだよね。お尻半分かそれぐらいの感じ。ワイドパンツとの相性が抜群なんだよね。これはね、偏見あるかもしれないんだけど、このコーデの幸せさで考えると、レディースの勝ちかなと思います。ってことで結局ですね、レディースが4ポイント、メンズが2ポイントということで、今回レディースの勝ちなんだけど、まあ、ぶっちゃけ両方とも好き。男性の方は一旦こっち買ってもらってもいいかなと思うし、女性の方はね、両方似合うかなと思うっすわ。ぜひこれね、GU の店舗で試着してみてください。で、やっぱりその、もう1枚買うとしたら、僕がもう1枚色違いを買うって考えたら、絶対レディースかな。形もいいし、なんか結局レディースの方がいいなって僕は思いました。ぜひね、参考にしていただければと思います。以上、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。